デリシャスパーティープリキュア、エナジー妖精の簡単お料理作ってみよう。パフェパフェ。コメコメのおむすび、今日はコメコメのおむすびを作ってみるパム。まずは小さなボウルにご飯を入れて、その上に桜でんぶを入れてよく混ぜるパム。コメ。そうしたらコメコメのおむすび型にご飯を入れてギュッと押し固めるパム。型から取り出したらおむすびのお顔が完成パム。コメ。次は耳、目、口を型抜きするパム。おむすびのお顔につけるとコメコメができたパム。とっても可愛いパムね。コメ。コメコメのおむすび型がなくてもいろいろな形のおむすびを作ると楽しいパム。みんなで作ってみるパム。デリシャスパーティープリキュア、毎週日曜朝8時30分に放送中パム。次回もお楽しみにめん。